あれですよ、もう1年の最初のとても大事なレースです。で、私が目をつけているのはこの2頭です。はい、筑波アルマ王とストロングタイタン、まあ、オッズもね、この2頭がとても高いんですけども、それがカベンジュ氏のリーダーです。先生、一人聞いてません。あら、神谷さん近づいて、ね、今日のね、競馬楽しみになったんじゃないですか。セールいっぱい引いてますね。気になるワード。皆様、新年明けましておめでとうございます。おめでとうございます。カメイズ氏が振袖を着ております。私たち仮面女子のこの4人が JRA の公式うまびのうまびピープルとして活躍させていただくことになりました。高山競馬場で盛り上げていきたいと思います。今から高山金牌に向けて2レースほど練習がてら予想をします。本当に久しぶり。やばい、すっごい人だよ。めっちゃいる。すごい人、いっぱいいる人。やばい、いかんな、当たってました。副賞だ、ルール分かってなかった。副賞なんで3着まで当たりなので当たりました。3人当てた中、競馬大好きさくらのぶかは次のレースを見ています。もう次のレースに向かってます。この人はこの後はいよいよ本日のメインレース中山金牌が待ってます。あと10分。あ、チャンスポーズ。私のこれが紙切れじゃなくなるのよ。ということで中山金牌終わりました。すごい楽しかったの、本当に楽しかったんだけど一個も当たらなかった。最後にはね、今年の漢字一文字を書かせていただいたりとかして、いい感じですね。これからもっともっと私たち競馬を、馬を応援していこうと思いますので、ぜひ仮面女子とね、このうまびピープルよろしくお願いします。